俺はかつて RUS、 いや元 AKS と呼ばれてた武器で数々な伝説を残してきた。実際に俺が COD モバイルで伸び始めたのもこれ何百回も言ってるが RUS のおかげである。だから俺の COD モバイルの一番最初の愛用武器は RUS、 そして2番目にコールダイトってな感じなんですよね。でですね、これ皆さん見てください。俺ね、 COD モバイルを3年間プレイしてなんとキル数が50万キル数いっちゃいました。そんな SMG を愛し、SMG に愛された男が愛用していたこの RS に、こんな感じの強化が来たんですよね。まあ、エイム速度アップということで、出会い頭が強くなった。今回使うカスタムはこんな感じです。皆さん参考にしてみてください。あのね、こいつを使うときは絶対に射程アッパーつけた方がいい。まあ、この、OWC マックスマンでもいいし、モノシリックでもいいし、どっちかは絶対射程アッパーつけるべきやと思う。じゃないと戦えへん、中距離。てかなんか最近こういうコメントがありまして、今のリジェ隊ってレベル低いから拡大しても意味なくね、えへへみたいな感じのコメントがあったんですが、もうバカかてめえは。相手へのリスペクトが足りてない、そういうやつは。あのね、人格はマスター隊です。まあ相手へのリスペクトだけは忘れなってね、ご覧のマドウに言われたんで、ちょっとそれだけほんまに心に誓ってやっていきましょうか。ちょっとこれ黒番の爆発が怖いが、ちょっとこれ俺一人で俺最前線か、了解。一旦こう打ち勝って、しっかり打ち勝ってのちょっとこれどっから詰めてくるから、ちょお前マジで見といてな。でちょっと相手への懐に相談数50発でめり込んでいってあげて、ほんまにメリメリっと。でちょっとこのスモークか、それ激ロ、ここの範囲でワンチャンス3じゃね。いやてか B おるよ。ちょっとなんかもう最近さ、ドミネーションやってて思うのが、なんか敵の立ち回りも意味わかんなすぎてね、ようなんか自立から来るんよ。まあ、ショック RC の後ろにはいつも敵がいる。しっかり高速解除。ちょっとどうしようかな、これ。オッケー。そのハンターキラードローン、ハンターキラードローン出した位置でわかるからな。で、ワンチャンここで取れるこれ。ちょっといけるかな。チャレンジしてみるか。取れていく。プレデターか。まあ、小吉、中吉ぐらいなんじゃないかな。しかもなんかスモークめっちゃおんねんけど、なんでやこれ。出会い頭マジで強えこれ。てか全ドルされてんのよな今。お前らどこ取るんや。ちょっと味方と呼吸合わせよう。そういう意味じゃないですよ。ワン勝って、てかなんか奥におってんな、場所割れてるんで、ワンチャンこれ待たれてるかもしれん。大丈夫か。そこ勝っちゃって、はい、打ち合いは鬼のように強い。いいえ、オーケーで、シートロで、ここで対空ターレット出してあげて、ライトニングストライクまで貯めていこう。で、敵の脇をこれで確認していってあげて、なるほどね。B 守ってるって感じか。これ多分センターがアナですね。出ましたね、これ COD 界の本田圭介。これ待って、センターがアナですって、センターがアナですよ、これ。ああ、ちょっと味方何してんの、これ。これ味方弱っ、これ味方ボット、味方ボット、これちょっと待てよ、これこれ以上するとね、本田圭佑敵に回すことになっちまうんで、ちょっとこれはライトに、あーこれここいやー出し焦ってなんか変なところ出してもだ、あーこれ絶対戦だから来るんで出してもって、ちょっと待ってよ、これもはやもう本田圭佑じゃなくてふざけてる時の俺になってるって。ピュワー、なんかこれ、出ろ今すぐ出ろ、お前荷物まとめて帰れ、ほんまに。なあ、あのさ、さっき言ったじゃん、コメントでね。なんかこう、今のレジ隊はレベル低いって、その通りや、ほんまに。なあ、俺マジで人格マスター隊でもいいから批判するけど、マジでゴミや。今の、お前ほんま邪魔。邪魔やし、キルもできんし、守れへんし、ほんまに。ひどいな。なあ、オッケー、お前死んどけ、マジで。で、ちょっと、今回、ゴーストじゃないんで、ああ、もう終わった。ちょっと、ほんまに、オッケー。なあ、どまいかい？で、これ一応、ライトニングストライクがあるんで、B、まあ一応、旗は守れるっちゃ守れるんだが、で、なんか、誰だろうとかいうクソ決め、なんか、ボットみたいな、みたいな名前のやつがね、バリスタやってるんで、ちょっと近づかないでおこう。で、とりあえず、ちょっと、これは、多分あの2階におんだよな。で、スパローか。ちょっとトルビー内から角回しするしかない。はい、キモい、バイバイ。で、ライトニング、これでもライトニングストライクでどうしよう。でもね、ちょっとほんまに今 A 取りに行ってるやつ謎すぎる。どんな食い物食ったら今これ敵リスに行こうとすんの。マジでおとなしく B 行ってくれ、頼むから。もう一人いる。
いや、こういう距離きついよな。でもここはしっかりピースでバチコリかましていくっていう。ナイス、エモーな。いいのは顔だけにしてくれ。で、いやー、なんでお前はオンラインか。マジでほんまに SR のようですね、ギルスグは。んで、ちょっと待って、一応 B 取れてるんだが、多分 B はね、守れるんですよ。ライトニングで。ライトニングマックインじゃないですよ。さて、ちょっとおもんないことも言っといて、お前マジでキメえこいつ。あ、終わった。なんかほんまにさ、アナイアレーターのエイムアシスト実装当初から3倍ぐらい弱くなってるよな。オッケー、2 in 1で、これ A 取りに行く必要ないな。でもちょっと偵察怖いよな。こいつなんかの病気やろほんまに。なあ、なんかあの3パーしか使われへん魔法にかけられたんかお前は。さては、で、3パーしか投げられなくなる毒リンゴ食ったのかお前は。で、ちょっとこれ一旦これセンターにいるんで、ナイスナイスナイス。ちょっと10万年に一度の M が出たのお前ほんまに。普段はクソ雑魚のくせによ。で、一旦これちょっと B 防衛していく。ライトニングストライクマックイン激怒。いや、ナイスキルバクですね。いや、キルバクだけはうめえなほんまに。あったけえキルバク。で、これ謎、なんかさ、謎、なんか突然のアドバンス UAV どうした。突然お前チートオフにしてる、もしかしていきなり。で、これ角回し刺さるか。ちょっと待って、これ多分4対1複数に来てるんだが、ちょっと 4P することになるんじゃないか。で、こいつは多分そのまま B 行くと思うから、多分2階にいるよね。感じるぞ俺は、お前の殺気を。はい、バイ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 、ガッツー。いいね、さっきはよくもやってくれたのお前は。一旦、はい、対空する場所は大事だよ。ゴーサつけないとこうなるんよな。しっかり決め打ち入れてもろて、これが RS ソーダンス50発のトミー。ちょっと待てよ、これ全員あんなボコボコにされたのに後半マジでええ感じやぞ。この下の孤立してるやつ狙おうか。オッケー、いい立ち回り。さあ、立ち回りで語る男、背中で語る男、田中90。いや、そこもバチバチと買っていく。いいっすねほんまに。味方のバリスタはあったけよな。で、とりあえずこれライトニングストライクあるんで、今回何回出してる俺。もうライトニング亀って言ってくれ。そろそろこれあかんで引く。いや、この引きなんだよなほんまに。引くよ。で、一旦これちょっと実況もクソキモくなっているんですけれども、2回からこれワンチャンかかるんじゃん。ちょっとお前ほんまにさ、フラグスコアストリークフラグオンラインすんなよ。ちょっとこれマジでやる。ちょ、お前らなあ、フラグ回収だけは一応前やからの俺はでいるんで。ナイスキルバケですね。いや、ほんまにこいつはなんか、後半になってから、覚醒しにいる、これ。バチバチと。頼むぞ、これからも。いいね。あ、信じ合える喜び、おう。で、こいつらさ、なんかずっと対空してない、ほんまに。これランチャーだったり、UAV だったり、いいね、いいね。いや、ほんまにこういう気持ちいい試合を俺はやりたかった。さあ、バチッと立ち回りで語っていく、6ですよ。てな感じでどうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画バンバン上げていきますので、高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。